はい、どうも皆さんこんにちは。美容チキチャンネルウープ主のビオタです。さあ今回もお嬢様をねちょっといじめていじっていきましょう。では今回はこちらとお好み焼き、イカ焼き、リンゴ飴、まあこちらのね3つを挙げていこうと思います。じゃあ、最初にお好み焼きをね挙げていきましょう。お好み焼き、地域で流派がある。まあ関西風と広島風しか僕は知らないです。まあ広島風はね麺が入ってますよね。お好み焼き、お好み焼きだわ。良くも悪くもオーソドックスなやつね。まあどうだろう、地域によって差異があるみたいだけど、まあ人によってっていうか薄っ、何これステーキみたい薄っ、ちっちゃ、何これ、いやもうちょいでっかいでしょ。そこの人たちにとってはそれが普通なわけですから、間違ってもふーんふーとか言っちゃダメよ。すいませんでしたごめんなさい。じゃあ広島お好み焼きと関西お好み焼きですね。うん、決して風とか言っちゃダメですね。いやーごめんなさい。まあとにかく食べましょうか。お召し上がりください。あ、手がまあ順当にここはお召し上がりください。まあ最初はね優しくしましょうか。もぐもぐ、うん、美味しいわ。ソースをたっぷり使ったならではのって感じの味ね。蒸されて焼かれたキャベツが味の食感もいい感じよ。そっか、関西お好み焼きな感じ。具は豚肉ね。脂身が美味しいわ。まあ脂身美味しいですよね。脂質たっぷりで、あんまりね気が引けて、最近は気が引けてきますけども、まあ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 、タコとかイカを入れてもいいわよね。ひっくり返すのとか上手にやるの難しくない？確かに難しい。あれをね綺麗にわってやった時に一瞬盛り上がる。うわーやった、綺麗にいった、よしやりましょうみたいな簡単です、時間止めましたそうですよね、うん、それができたらもう余裕ですよ。あらゆる料理が余裕になりますよ。簡単です、さすがね器用だわ。今度私もやってみようかしら。あー、じゃあ私が時止めてあげますって感じですかね。では次は、ビビった、行かないから連打してたら一気に来たな。ある意味ホラーだぞ、カチャカチャって。では3つしかないんでね、どうしよう。次あえてな、どうしよう。あ、手顔やった方がいいのか。いやでもお召し上がりくださいで時止めた方がいいですよね。ひっくり返すの上手にやるの難しくないですか？大丈夫です、私は時を止めました。あ、そうなの。いやそれはそれですごいゲートだけど、風情がないわね。いやわかんないですよ、時止めている方からするとそうでもないかもしれないですけど、まあ時止まってることを知らないね他の人から見ると、何もないはずのお好み焼きが 0.1 秒ぐらいで裏返ってたらビビりますよ。それでいつひっくり返すんですか？もうひっくり返ってますけど、あれいつの間にみたいな感じで、もうなんか凄まじいぐらいになりますよ。ま、とにかくごちそうさま。おいしいものが2連続で食べれてよかったですね。ね、今のでお腹いっぱいになったでしょ？レミリアさん、お好み焼きだー、わーい。あ、手が、もう、おー、デジャーボ。なかなか見ないですよ。ん？これ違うな、濁点じゃない、半濁点。どう読めばいいんだよ。無に丸？読めない、無理読めるか、ひどいわ。知ってたんで先にね2つ分食べさせてあげたんですよ、感謝してくださいよ。イカ焼き、シンプルにイカを焼いたもの。まあこれ以外の説明はないわな。
カ焼きっつってタコ焼いてたらダメですもんね。お、なんかいい匂いがすると思ったらイカ焼きね。これ単体？しかも串に刺されてんだったらフォークとナイフはいらないんじゃん。イカ焼き？焼きイカ？なんでしょうね、イカ焼きのイメージはありますよね。焼きイカというか、熱いうちにどうぞ。どっちでもいいか。あ、なるほどね。イカだけにですか？おお、熱々のイカが冷めそうだぜ。熱いうちにどうぞ。そうさせてもらうわ。しまった、もろもろの都合によりもて突っ込んだところ、そうですよね。うん、じゃあそこのフォークの穴のところに、穴に棒をぶっ刺せば、なんかエロいな、とりあえずフォークの隙間のところにこの木のね、持ち手の部分をうまいこと挟めばいいんじゃないですかね。はい、言葉を変えました。このままナイフとフォークでお上品に食べるわ。レミリアさんがお上品に食べるわってこの格好で言われると、なんかイカ焼きだとお上品に見えないんだよな。もぐもぐと、うめえ。ふっくらと焼き上がったイカにタレがうまく染み込んで、イカ本来の旨味と合わさってちょうどいい塩梅だわ。塩梅でいいんですよね。イカを噛みしめれば噛みしめるほどじゅわっと旨味の汁が溢れ出して、これぞ幸福って読めばいいの？わかんない。惜しかったですか？よかったです。レミリアさんが喜んでくれれば僕は嬉しいです。その後にレミリアさんがね、顔面で受け止めてくれたのも嬉しいです。まあそれはどっちでもいいか。レミリアさん、イカだけにですか？偶然よ、わっちまあそうでしょうね、偶然でしょうね。偶然じゃなくてそんな風にやったならね、どこのね、イカ娘的なポジションなんでしょうかね。はい、まあなんか言ってないかみたいな、そんな感じでイカ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 言ってる感じですかね。重箱の隅をつくようなツッコミはいらないのよ。そんなんでいいか。あー、下手だ下手だ。まあとにかくお食べください。隅だけにですかうまい、うまいよそれは。いやー、それはね、イカ焼きもう一本追加でいいぐらいのレベルのうまさですよ。まあとにかくお食べくださいよりも、やっぱね、隅だけにですか。もうインクネルゲームでもやってなさいよ。さっきまでやってました、テスト期間に。みんながさ、モンスターを飼ってさ、モンスターを飼ってる世界的なさ、モンスターハンピーワービーみたいな感じのものやってるんで、僕は持ってないんで、イライラして買ってきましたよ、他のイカを。では、これの別の選択肢。じゃあ、イカだけにって言ってるのに、あ、とにかく食べてくださいわ。もう、納得いかないわ。まあ、とにかく食べましょう。食べてください。あ、ここは一緒か。じゃあこれを2番目の選択肢にするべきだったな。なんつう後悔で、最後はリンゴ飴。実質リンゴ、確かにそうですよね。リンゴ飴ってリンゴ丸々プラスね、周りに飴ですから、まあ美味しいっちゃ美味しい。ちっちゃいえ、姫リンゴちっちゃくない？リンゴ飴お祭り行ったの？お嬢様は気持ちよさそうに寝てらしたので、お嬢様はそういうものに興味なさそうでしたので、選択肢が細かい両方とも寝てました。起こしてよ、行きたかったわよてかそもそもさ、夕食にリンゴ飴、このちっちゃいやつ1個だけをさ出されて、何も文句言わないの？お祭りやってたから起こしてよっていう件だけですか？わかんないですよ、咲夜さんがお祭りをやってることを見せかけるために普通にリンゴに口をブシュッと刺して周りに飴を塗りたくってやったらいけたかも。いろんなもの食べたかったのに。大丈夫です、いろんなもの食べました。すでにいろんなもの食べました。顔面でも受け止めました。まあでも一応お土産は持ってきてくれたのね、ありがたくいただくわ。なんでナイフとフォークを用意してるんですか？ペロペロ。おお、レミリアさんが
昨夜さんの用意した棒についたものをしゃぶってますね。甘い。でもこれじゃあ飴だけだから一気にかぶりつかないとね。棒は棒はリンゴの甘さ、酸味と飴の甘ったるさがマッチングして、甘さって言わないんだ、甘ったるさって言いますか。これぞ祭りのお菓子って感じの味がするわね。まあ確かに昔ね、子供の頃食べきれなかったんで冷凍庫に入れておいたら硬くなって逆に食べられなくなった記憶がありますね、リンゴ飴。私も行きたかったわ、すんませんした。美味しかったわ。まそもそもリンゴ飴1個で納得しちゃうんだ。意外と足りなさそうですけどね。ではお嬢様、いやそんなものに興味ないですよね。興味あるわよ、お祭り好きなんだから。宮川大ピキーさんですか。いろんな屋台巡りしたかったわ。え、お土産あざます。ペロペロ飴。でもこれじゃあ飴だけだから一気に棒ごとシャクシャク。リンゴの甘さに酸味、飴の甘ったるさがマッチングして祭りの菓子だよねっていう。まあね、行きたかったのはまあしょうがないです。そもそもグラフィックの都合上とかつぶやいてんだから祭りの背景がないんだよはい、そういうことは置いときましょう。言っちゃダメだ。では、今回はここで終わりといたしましょう。最近ね、いろいろ選択肢が多くなったりしてきて動画時間がちょこちょこと長くなってきてますね。で、次回9時、チョコバナナ、金魚はい、もうなんかいろんなもん、はい、3つのうち2つが食べ物じゃなさそうな気がするのはもういいとしましょう。はい、9時はちょっと多く貯めておいた方が良さそうですね。では今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。